インディ500、インディアナポリス500マイルレース、インディアナポリス500、インディアナポリス500、インディ500とも呼ぶは、アメリカ合衆国インディアナ州、インディアナポリス市近郊のスピードウェイに、あ、インディアナポリスモータースピードウェイで、毎年5月に開催される、アメリカンモータースポーツイベントである。インディ500の決勝レースは、毎年5月最終月曜日、 メモリアルデーの前日の日曜日、すなわち5月24日から30日までの日曜日に開催される。インディアナポリスモータースピードウェイのオーバルトラック1周2.5マイル、約 4.023km を200周、走行距離500マイル、804.672km で争う。第1回開催は1911年。F1 モナコ GP 開催日程の都合上。 近年は、モナコ GP と同日に開催されることが多い、ルマン24時間レースと並び世界3大レースの一つに数えられる。その中でもインディ500は、世界で最も偉大なレースともされている。インディ500の周回平均速度は、予選で時速 362km、決勝でも時速 354km を超える。これは、同じマシンでレースが行われる。 インディカーシリーズの中はもちろん、世界の周回レースカテゴリーの中でも最も速い。また、最高速度は時速 380km に達する。これは F1 の瞬間最高速度記録時速 372.4km を上回り、これより速いカテゴリーはドラッグレースのトップフューエルクラスで時速 520km 超のような非周回レースに限られる。 33台のマシンが、テール・トゥ・ノーズ、サイド・バイ・サイドで競り合い、スリップ・ストリームを駆使して、オーバー・テークル、アメリカン・モーター・スポーツの典型とも言える展開が、広がる。1951年から1960年までは、世界選手権という体裁を整えるために、F1 の一戦として組み込まれていた。しかし、F1 ドライバーの参戦は少なく、ほとんど名目上のものであった。 1996年以降はインディカーシリーズの最大イベントレースとして組み込まれている。普段のインディカーレースが平均して50万人程度の視聴者数なのに対し、インディ500は500万人以上が TV 観戦するほど注目度は高い。現地でも普段は空席の目立つオーバルに40万人が退去し埋め尽くす、まさに国民的。 ビッグイベントとして存在している。こうした注目度の差からインディカーシリーズのオーダーよりインディ50で勝つことの方が価値があると言われている。1960年代までのインディ500は様々なエンジン形式、駆動方式が参加可能であった。1952年にポールポジションを獲得した。 ターボディーゼルエンジン搭載のカミンズディーゼルスペシャル1967年と1968年に登場したガスタービンエンジン搭載車が有名である。カートやインディカーシリーズなどのオープンホイールレース選手権の一戦に組み込まれるようになると参戦車両は選手権のレギュレーションに対応したものに変わった。インディ500ではスーパースピードウェイパッケージと呼ばれる。 高速ーバる用のエアロパーツが取り付けられる。これは、前後ともに一枚板構造、シングルエレメントを持ち、空気抵抗を最小限に抑えることで超高速走行を実現している。速度域の高さや接線の多さから、毎年事故が多発するレースとしても知られている。代表的な死亡事故には1964年のデーブ・マクドナルドとエディ・ザックス。 1982年のゴードンスマイリー、1996年のスコット、ブレートンなどがあるが、詳細はインディ500死亡事故一覧、英語を参照。小さなサポートイベントなどを含めると、約2週間にわたって行われること、予選グリッドの決め方が独特であることや、レース優勝者には牛乳が与えられるなど、下術。 他のレースと異なる伝統を持ったレースである。また、準優勝者2位には最も早かった敗者初参戦のドライバーで最上位を獲得した者にはルーキー・オブ・ザ・イヤーの称号を与えられる。また、決勝の順位ごとに賞金が与えられるほか、決勝1周目をトップで通過したドライバー、最後に予選を通過したドライバーなど様々なケースのボーナス賞金が多々ある。 インディ500の優勝トロフィーとしてボルグワーナートロフィーがある。このスターリングシルバー製トロフィーのチェッカーフラッグ上の壁面にはインディ500の歴代優勝者全員の顔を率的に型取ったレリーフが埋め込まれ、それぞれ下のブロックに優勝者の指名、開催年、優勝者の決勝レースにおける平均速度、マイルマイジが刻まれている。トロフィーという名称ではあるが、 優勝者が持ち回りで所有できるわけではなく、また、約153ポンド、約69.4キログラムという重さのため、持ち上げることもできない。普段は、イムズ内のミュージアムに展示されていて、インディ500決勝帯にビクトリーレーンに飾られる、モニュメント的な存在である。インディ500優勝者には、トロフィーの壁面に、自分の顔のレリーフを埋め込む、権利、決勝レースの翌日に、 トロフィーと一緒に写真を撮る権利が与えられ、後日ボルグワーナートロフィーを模したミニトロフィーが授与される。こちらは永久保持が可能。1935年に制作されてから82年間、アメリカ国外に出たことがなかったが、2017年に佐藤拓馬が優勝したことを記念した日本での外戦ツアーのために、史上初めて国外に出ることとなった。 インディ500は5月初頭に開幕し、練習走行、予選、決勝レースなどのレースプログラムと、サイン会やパレードなどの観客向けイベントが1ヶ月、2010年から2013年までは2週間の長期にわたって模様される。期間中には、インディカーシリーズの公式戦である、グランプリオブ・インディアナポリスや、インディライツのフリーダム100といったレースイベントも開催される。 以下は例年行われるレース関連行事である。いわゆるルーキーテストのことで、決勝レースの3週間前、5月第1日曜日に行われる。初出場のドライバーや長らくオーバルでのレースに、出場していないドライバー、リフレッシャーと呼ばれが対象となっていて、これに合格しないと、インディ500への出走が認められない。インディ500では常に、 時速 350km 以上の巡航速度でレースが進むため極端に遅いマシンはレースの妨げになり大変危険である。そこでコースレイアウトに慣れることと安定したペースで周回を重ねられるようになることが主な到達目標に据えられている。細かい部分は年によって異なるが目標となる平均速度ごとにいくつかのフェーズが用意され それらを一つずつクリアしていく方式が取られる。5月第3週の月曜日から金曜日及び第4週月曜日に行われる自由練習期間。前半おおむねマシンセッティングの確認が行われる。後半は予選に向けたハイペース走行や決勝を意識したスリップストリームを使う練習が行われる。特に最終日の金曜日はファストフライデーと呼ばれ。 この日のトップタイムを記録したドライバーには賞金が送られる。5月第3週の土曜日および翌日曜日の2日間で行われる2001から2009年などは4日間。複雑な方式によって行われるため、それについては下記の予選方式にて解説する。決勝レース2日前、金曜日、2004年までは木曜日午前に1時間だけ行われる。 最終練習。予選を通過した33台すべてが、決勝レース用のセッティングを施して、コースに入り、ドラフティングを利用しながら、レースを想定した練習走行をする。カーブデートは、カーブレーションデーの略であり、かつて決勝レースの前にカーブレーター、イコールキャブレターを調整できる、最後時間であったためにこの名がついた。また、この日の正午過ぎに、フリーガム100が開始される。 午後には一部のドライバーと担当ピットクルーがピット作業の速さを競うピットストップコンテトが行われる。インディ500の予選方式は何度か変更されているが2018年現在はおおむね以下の方式によって行われている。インディ500では予選と決勝でドライバーを交代させることができる。ただしドライバー交代が行われた車シシーはグリッドが最後尾に降格する。 2台以上で交代があった場合、選手権ポイントが少ない方が最後尾につく。予選1日目でまず決勝進出者が決定する。エントリーするすべての選手が最低1回のアテンプトを行い、その暫定順位によって一家のように振り分けられる。1日目は予選時間中であれば、回数に制限なくアテンプトを行える。 2回目以降のアテンプトに臨む際は、直前に記録されたタイムを取り消すか残すかを選択できるが、取り消した選手が優先的に出走できる。予選2日目は、3つのセッションが行われる。前日の記録は全てリセットされる。暫定順位は保存されるため、全ての選手が再びアテンプトを行う必要がある。ファストナイン、シュートアウトでは、 ポールポジションから9番手までのスターティンググリッドが確定する。暫定1位から9位の選手を対象に、セグメント1同様順位の低い選手から1度だけ、テンプトを行う。ファストナイン進出者は、最終予選結果に応じて、ポイントが与えられる。2連勝したドライバーが5名いる。3連勝以上したドライバーは存在しない。日本では、トミー、ゲン。 タカラトミーから1997年5月23日にプレイステーション用ゲームソフトとしてインディ500がリリースされた。インディ500の日本での知名度は低いが当時の大ヒットゲームとなった。またセガからもアーケードゲームとしてインディ500がリリースされた。日本以外ではインディ500にアジアの国が関わった例はほとんどないため日本書としている記録は 大抵、アジア諸となる。1991年の広町下の初参戦以降、までに、計10名の日本人ドライバーが挑戦している。以下、参戦ドライバーと、決勝順位を記載する。日本のチームが、インディ500用の車両を製作したり、チームとして参戦したりした例はない。実現に至らなかったものとしては、1960年代に、 ホンダが参戦を検討した例がある。エンジン供給は、ホンダ、1995年、2003年以降のほか、過去に、日産自動車、1997から2002年、インフィニティ名義と、トヨタ、2003から2005年が行っている。初優勝は2003年に、トヨタによって記録された、ドライバーは、ジルド、フェラン、チームペンスキー。エンジン関係では、 1987年から1991年にかけてジャットにより供給されていたエンジンは、もともとはホンダがインディ500を含むカート3専用に開発していたエンジンから発展したという経緯を持ついう関係がある。タイヤ供給はブリジストンがファイアストン名義で行っている1995年以降、1966年10月、 神明の呼びかけにより、当時のインディ500出走ドライバーを招聘して、日本インディ200マイルレース、通称日本インディが富士スピードウェイで開催された。インディ500では優勝したドライバーは牛乳を飲むという慣習がある。1933年、ルイスメイヤーは自身2度目の優勝を飾ったが、レース終了後にバターミルクをリクエストした。 ルイズメイヤーは1936年にも自身3度目の優勝をし、この際もバターミルクをリクエストしたが、コップではなくボトルで手渡され、それをそのまま飲んだ。その飲んでいる写真が牛乳会社の目に留まり、それ以降優勝者には牛乳が提供されるようになった1947年から1955年までの間を除く。この ビクトリーレーンで牛乳を飲むという行為にもスポンサー。2017年現在は、インディアナ州楽農組合がついており、仮に牛乳を飲まなかった場合や、飲むのが規定のスケジュールを外れた場合は、該当スポンサーからの賞金は与えられない。なお実際には、通常の成分無調整乳、ホールミルク以外に低脂肪乳、2%ファットミルク、無脂肪乳、ファット、 フリーミルクも選択できる。このため予選通過が決まったドライバーは優勝時にどれを飲むかを事前に選択することになっており、毎年選択の結果はミルクリストとして公表される。唯一この慣習に従わなかったのがエマーソンフィッティパルディで1993年の優勝時には自身がブラジルでオレンジ農園を営んでいるという理由から、 牛乳より先にオレンジジュースを飲んでいる。このため牛乳を飲むのが規定の時間を外れてしまい、スポンサー賞金を受け取れなかった。1998年に優勝したエディチーバーは、この、ウィナー、エスミルクを、表彰台で、ボトル2本も飲み干した。オープニングセレモニーの終盤、スタートコマンドの直前に、バックホームアゲイニーインディアナの独唱が行われる。セレモニーにおいて、 アメリカ合衆国国家よりも後に歌われる。この曲はインディアナ州の州歌といえるほど有名な曲だが、1946年にジェームス・メルトンが自分が代表を務める自動車クラブのパレードに合わせて歌ったものがセレモニー内で歌われた最初であ。この歌が好評となり、メルトンは1947年以降は招待されてこの歌を歌うようになった。 この歌が正式にスタートコマンドの直前に歌われる、現在の形に決められたのは、1948年のことである。以降、現在に至るまで何人もの歌手が独唱を披露してきたが、最も知られている歌手は、1972年から2014年までの42年間に、渡り、36回歌ったカントリー歌手のジムネーバースである。2014年。 36回目にして、最後の歌唱を終えたネイバースは、マリ・ハルマン・ジョージと共にスタートコマンドも行っている。レース開始前のエンジン指導の号令、スタートコマンド、レーデスジェントルマン、スタート・ユア・エンジェンズは、現在インディアナポリス・モーター・スピードウェイを所有する、ハルマン家の東マリ・ハルマン・ジョージが行っている。元々は、マリの父であるトニー・ハルマンがアナウンスを行っていたが、 1977年に死去し、翌1978年からは、トニーの妻であり、マリの母であるメアリー・フェンドリッチ・ハルマンが行うようになった。しかしメアリーも1998年4月に死去。それに伴い、1998年から2015年までは、娘のマリが引き継いだ。その後2016年はマリが嫁いだハルマン・ジョージ家の家族一同で行い、 2017年は、マリの息子で、現、イムズオーナーのトニー・ジョージが行っている。ただし1982年と2007年は、インディアナポリス・モーター・スピードウェイの場内、放送アナウンサーだった、トム・カーネーが行っている。かつてはレースに参加するドライバーは、男性ばかりだったので、スタートコマンドは、ジェントルマン、スタートイワ・エンジェンズ、新所君、エンジンを始動しなさいだったが、 女性ドライバーが参加するようになり、A, one lady and gentleman, start y o r engine's, 女と、新種職員と改められ、女性が複数人参加した際にはさらに複数型に、改められ、レーディスジェントルマン、start ア o ン r engine's, となる。2017年以降は性別に関係なく使用できる、ドライバーズ、start ア o ン r engine's, というスタートコマンドが使われている。 1976年以降、優勝者には手作りのキルトが贈られている。これは地元のキルターであり、自らも元女性レーサーであったジャネッタ・ホールダーが手作りしたもの。レースをこよなく愛するホールダーは、レーザーのサインを集めて刺繍したオリジナルのアップリケキルトを毎年作り、優勝者に贈っている。そのため、彼女はキルトレディとして、 レーサーや関係者に親しまれている。そのうちの一人、数回の優勝経験を持つボビー・アンサーは、ヘンリー・フォード、博物館、ミシガン州、ディアボーンにキルトを寄贈した。また、アル・アンサーは自ら設立した、アンサー・レーシング博物館、ニューメキシコ州アルマカーキーに授与されたキルトを飾っている。他の多くのアメリカンスポーツ同様に、本レースでも優勝者には、 チャンピオンリングが授与される。リングの制作は1983年から2016年までは同じインディアナポリスを本拠とするハーフ・ジョーンズが担当していたが2017年よりミネソタ州のジョステンスに変更された。なおジョステンスは他にもピットストップチャレンジの勝者等に渡されるリングや主催者が同じナスカーのブリックヤード400のチャンピオンリングなどの制作も担当する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。